2021年11月、会場となったのは東京西麻布に開店したばかりのレストランロベリスク。こちらはグルテンフリー料理のみを提供するレストランで、セリアック病、グルテン不耐症の方々が楽しく外食できる場所を提供しています。この方はロベリスクの総料理長、山崎文夫さん。グルテンフリープロジェクトのプロジェクトリーダーを務めています。もともとそのやっていたグルテンフリーのレストランが僕はあったんですけど、2年間3年間ぐらいのこのコロナの影響で、お店が閉店してしまったんですね。でこのお店が閉店してしまった時に、このお客様ももともとバセト病を患ってらっしゃって、小麦を一切取れない、で砂糖も取れない、肉も食べられないっていう方だったんですね。でこの方が、僕がそのお店が閉店してしまうって時に、山崎さんは諦めちゃダメだと、今やってることは数年後絶対にみんなの役に立つと、で日本だけではなくて世界の役に立つから、それに特化した料理人って日本は少ないんで、やった方がいいと。なんでちょっと紹介したい人がいるって言われて紹介されたのがワクセルさんですね。グルテンフリープロジェクトというのをワクセルで立ち上げますと、なのでプロジェクトリーダーになってくださいっていうふうに言っていただいたんで、もう光栄ですと思ってやらせていただいてるっていう感じですね。この日参加者に提供された料理がこちら。小麦を使用していない玄米パスタやお店自慢の焼き鳥など、もちろんこれらはすべてグルテンフリーです。今日はですね、卵も食べられない子たちとか、あとは貝類とか軟体類っていうタコとかイカ、これも食べられない子たちもいたんですよ。なんで全部に対応できるように、個々のお客様に対してメニューを変えてるんですね。実はパスタに関しては、今日は小さいお子様もいらっしゃったので、柔らかめに茹でさせていただいて、でみんなが大好きな、トマトソース、甘めで酸っぱめでっていう、こういうのに、やらせていただいた。あとケーキですね、これに関してはもう完全に僕のオリジナルで、もう 100% スペシャリティなので、完全にグルテンフリーで砂糖も使っていない、でアレルギーのお子様もほぼほぼ食べられる、卵も入ってない、でこういったケーキを完全にグルテンフリーで作らせてもらったっていうところなので。山崎総料理長のこだわりが詰まったグルテンフリーの料理を美味しそうに食べる子どもたち。参加者の皆さんの感想は？全部もう美味しかったです。焼き鳥とサラダが大好き。でも山崎さんのお料理は本当にグルテンフリーだからとかそういうのじゃなくて、とっても美味しくて、いつも美味しいので食べに来るっていう感じで、家族みんなでとても大好きなお料理です。美味しかった。いつも小食なんですけど、おいしいとかパクパク食べてて、お野菜とかも普段食べないんですけど、葉っぱがおいしいとか言ってすごいいっぱい食べてくれたので、よかったです。こんなにおいしい料理がこうお家でも作れたらなと、シェフにも質問をたくさんしてしまいました。おいしかった。砂糖使ってないのにこの甘さを出すのにみりんを使ってたりっていうのを聞くと、本当に興味深いお話がいっぱいだったので、参加してみてすごくいい経験をさせていただいてるなっていう印象ですね。今までよりも美味しかったし、食材も限られないから食の広がりを感じれてすごい嬉しかったです。本当にこう家族4人で同じものを食べるっていう機会が本当に限られてて、しかもパスタとかやっぱ小麦がすごい使われているものが多かったので、初めて4人でパスタを食べれたのが本当にすごい貴重な体験で、すごい嬉しかったね。グルテン不耐症やセリアック病などで悩む子どもたちも安心しておいしく料理を楽しむことができた子どもの日グルテンフリー食事会。総料理長の山崎さんは今後の目標をこう語ります。仲間たちはすごい敬愛するスタッフなんで大好きですけど、彼らと一緒に僕はやっぱり世界一を目指したいですね。でグルテンフリー料理人といえば山崎文夫っていう風になりたい。最後にグルテンフリープロジェクトを立ち上げたソーシャルビジネスコミュニティワクセルのミキさんにお話を伺いました。ワクセルは人に夢を与え続けるということをテーマにして活動しているソーシャルビジネスコミュニティです。軸としては著名な方々にインタビューをさせていただいてメディア展開をしていくというものもあれば、まさに今日山崎さんのような、時間なんですけれども、コラボレーターという形でもうその既に道のプロとして動いていらっしゃる方々とコラボレートをさせていただいて、社会課題解決の
一端を担うような活動をしていく、主にはプロジェクトを起こし会社を起こしていくというような活動をしております。もう一人に山崎様のもう情熱に心をもうアクセル全体が打たれまして、だったらもっと広めるためにいろんな活動をしていこうという中の今日は一つで、クラウドファンディング のページの設立のお手伝いですとか発信のお手伝いを主にさせていただきました。本当に皆さんのお力を借りして、まさにその道のプロを行っている方々、かつそういう方々と一緒に進みたいっていうボランティアの方々と一緒に今歩み進めております。直近では e スポーツと障害者就労支援の取り組み、あとは SDGs とラグビーの取り組み、ここをコラボして新たなプロジェクトを走らせていたりもします。これからも世の中にワクワクの種をまき続けて、社会課題解決の、一端を担って活動していこうと思っております。よろしくお願いします。